はい、こんにちは、スクーティーアカメと申します。ヴァンガードディアデイズ、いつもご視聴いただきましてどうもありがとうございます。おかげさまでですね、今回で100本目の、ディアデイズのね動画ということになります。いや、ここまでね動画投稿できたのも一人にね、ご視聴いただいてる皆さんのおかげかなと思っております。まあね、僕のヴァンガードシリーズはX の実況から始まったんですけれども、ここまでね動画投稿続けてこられたのもね、アドバイスくださったり対戦してくださったり、いつも動画をねご視聴いただいてる皆さんのおかげかなと常々思っておりまして、でまあ今回ねこのディアデイズの記念すべき100本目っていうとね、何をやろうかなっていうところで2、3日、いや小1時間悩みまして、で今ね、まあ、ランクマッチ編ということでランクマッチにね参戦させていただいてるんですけれども、まあご存知の通りね、シルバーランクの1と2をね行ったり来たり状態になってまして、もうその辺がね僕の天井なのかなって動画内でもね結構お話しさせていただいてたんですけど、まあ、今回のこの100本目の動画ということで、題してヴァンガードディアデイズランクマッチシルバーランク脱出するまで終われまてんっていう耐久系でねやっていきたいと思います。現在シルバーランク2の僕がねシルバーランクを脱出するまで頑張っていきたいと思います。でまあね、簡単にシルバーランク脱出できちゃったようであれば、その時はねその上のランク目指していってもいいのかなと思うんですけど、で使用デッキに関しましてはとりあえずね勝率が高そうな、ジエンドあたり使って、やっていきたいと思います。まあね、個人的にはねもうちょっとネルトリンガー遊んでいたいんですけれども、これはまた101本目の動画の時に、使っていきたいと思いますので、またジエンドよろしく頼むよ。視聴者さんから情報をいただいたんですけど、今度ディアデイズのね2が出るっていうことで、一応来年の1月25日かなあたりでね発売されるっていうことなんで、すんごい楽しみですね。またますますX にね戻るタイミングを失ってしまうんじゃないかとは思うんですけど、データの引き継ぎとかはできないのかな、またゼロからカードを集める感じなんですかね。で今度2がね出たらランクマッチはねなるべく早い段階で参加しようと思います。今回もストーリー一周ね全部終わらしてからランクマッチ始めたんで、いかんせんね人が少なくなっちゃってるのかなっていう現状なので、ほんとマッチングしないときは10分ぐらいこの画面なので、もう録画中にもかかわらずねうとうとすることもあるんですけど、あ、よろしくお願いします。蓮様また強いんだろうな、どうせ。まあ最初の一戦ぐらいはね普通に動画にしちゃってもいいのかなと思うんですけど、さあ久しぶりのジエンド、はい、まあ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 、はい。でアルダーハチェットもいるんで、バーバーカットになるにあたって、まあそのオバロを捨てましょう。はい、でレン様ロロは使ってんの。そうしたらじゃあこれでターンエンドで、はい、手札は悪くない。でアンダーハチェットの効果として、はい、相手がグレード3になんないとねやっても意味ないんで、先行だとあんまり意味ないんだな。一体で殴られますかね。であればそれはノーガードで、はい、トリガーやめてください。オッケー、かわいいなあれ。はい、僕はね稲以外花粉を持ってまして、基本年がら年中ね花粉症なんですよ。なのでねロロは見てると結構目がしょぼしょぼしてくる。でネハーレンになるには、ネハーレンどうしよう、マドカ捨てちゃうのもな。え、でもとりあえずここはマドカ行っちゃおうか。はい、でバーバーカットの効果使ってもいいんだけど、そしたらドラちゃんの効果使えないんですよね。まあいいや、とりあえず、はい、バーの効果でロロはでしょう。とりあえずハルブくんもらっとこう。はい、でアルハチは今早いからとりあえずねハーレンだけでいいかな。はい、食らってはくれるはず。守ってくるんすか。え、トリガー来なくていいよ。あ、でまたハルブくんですね。まさか守ってくるとは思わなかった。
はい、まあいろいろ守ろうと思えば守れる手札ではある。でようやくお相手の方もグレード2なんで、次のターンもまだアルハチェ使うには早い。どうしようかな、ロロは怖いな。ただあのオルフィストみたいな打点にはなってないから、とりあえずコストは欲しい。で前に来た、バンガードで来る。はい、であればそれは受けよう。はい、ノーガード、トリガーやめてください、お姉ちゃんね。はい、一応コストはゲットで、どうしようかな。まだグレード3になられてないんで、とりあえずアルハチェ捨ててなろう。でネハーレン効果使っておきましょう。まあ勝手にね出てくるんですけど、はい。んで打点アップしてもいいんだけど、今はいいかな。はい、でデッキ圧縮、はい、なんならいなくてもいい。あ、いるね。じゃあ1枚、はい。でまあそしたらジエンドスタンドできなくなっちゃうけど、とりあえずいいかな。まずはじゃあネハーレンで、さすがにノーガード、ありがとうございます。トリガーやめてください。おい、もうこっちもトリガー引かないと届かないんだよこれ。まあこのツインドライブに全てをかけよう。こっちもねトリガー出てないんで、はい。でドラちゃんが上がる、はい、守ってくるね。え、まあ1枚も引けないと思うんだけど、はい、ドロートリガーで、あればこっちかな。何引いた、結構偏ってる。何引いた、あ、ドロートリガーね。トークンやる旨味ないもんな。受けてくれるかな。ノーガード、ありがとうございます。ダメージチェック、ヘイ。あ、オーダーね。さあどうしよう。こんでようやくグレード3になられるんで、はい、ハルブくんがいっぱいいんだよな。あ、出た、はい。んでトークンが出るんだっけ。はい、誰が後ろからでも殴れるんだったかな。はトークンを食って強い手。さあどうしようかな。そしたらはソウルブラストでまた、ただソウルがあと1枚。どれを受けよう。逆にちゃんとバンガードを殴ってもらわないと困っちゃうんで、どうしようかな。かわいいなあれ。で一応カウンターブラスト、コストはなくなった。はあ、結構な打点だな。バンガードの攻撃は、そうしたらこれ受けますか。はい、ドライブチェック、はい、ドロートリガーならまあ、はい、ドライブチェック、はい。なんか絵柄が違う。ダメージチェック、2点ぐらいだったら食らってもいい。で守りやすくもなった。はい、むしろトークンここが届かなくなるから、リアガード来ちゃいますね。まあこれはいいかな、これは打ちましょう。はい、もう1点は食らってもいい。バンガードにアタックであればこれ止めようかな。これ止めちゃいますか。はい、で次のお姉ちゃん確かこの後ろの
太郎だかなんかの攻撃力もヴァンガードにアタック一緒になるんだよね確かね。スキル発動ですよね。だから4万はい。であればこれは受ける。ノーガード、はい、被害甚大、甚大だよ。はい、まあしょうがない。なかなかヒールが出てこないな。パワープラス、はい、ターン、私のターン。でようやく何引いた？オバロか。とりあえずライド、はい、ペルソナライド、ペルソナライドでドロー。何引いた？またジエンド。そうしたらとりあえずアルハチェ出して、はい、アルハチェを機動能力退却、こんでようやく差し込める。オッケー。そうしたら普通に、まあ、あ、こっちじゃなくてオバロ行こう。はい、でネハレン打点上げておきましょう。これはダメだ、アンドゥバイバイ。はい、オッケー。じゃあこれで、はい、バトル。まずはジエンド。まあ手札が7枚あるんで、あ、ノーガード、最初はノーガード。はい、まあ鳥が出ないんでね、安心していただいて。はい、一応カンガーが来たで1点、今度トリガーを引かれる。はい、んで、そしたら今度はハルブくん、ハルブくんを捨てて、はい、2枚分として捨てます。どこに出すかだな。そうしたらこっちでいいかな。はい、でもう一丁。あ、ありがとうございます。トリガー、あ、ヒールが来た。一応回復もできる。そうしたらパワーはこっちでいいかな。パワープラス、はい、ドライブチェック、はい、クリティカルは来なかった。ダメージチェック、はい、んで4点。一応こっち行っとこうかな。リアガード攻撃、はい、ノーガード、ありがとうございます。でまたどうせトークン出てくるんで、これはヴァンガード行こう。まあ受けてはいただけると思うんで。あ、あ、トークンを生贄に、に、はあ、で手札から、なるほど、あんまり手札消耗させられなかったな。ただこっちも3点ではあるから、もう1回は食らってもいい。この絵柄違う。ロロアは、あ、なんか効果が違う。はあ、え、幻すら見られぬ闇、暗き闇の力を割れ、ペルソナライド。工場が長い、レン様。はあ、クリティカルもプラスになるの。パワープラス、え、急に知らない動きになっちゃった。っていうか、このロノアのストイケイアの曲こんな怖いっけ。かわいいなあれ。でも向こうもめっちゃカウンターブラストは使うな。はあ、スキル発動、勝ちたいよ。ベリオン、はあ、何をしているのか。待って待って、打点が結構えぐい。ヴァンガードにアタック、これクリティカルにはなんない。スキル発動、はあ、バインドクリティカルも乗る。クリ、あ、であれば
これはちょっと受けたくないな。これで23,000、38,000、53,000、出ても1枚。はい、で後続に振ってもらおう。まずはい、何かあれば後続に振っていただく。はい、はあそこ打点高いからな。あれ受けてもいいな。あれ食らって5点になっちゃいましょうか。これはあんまり受けたくないんだよな。28,000。あ、え、インターセプトいけないの？ん、え、ちょっと待って、手札からじゃないとダメこれ。はい、ん、待って待って、なんかネハーレンインターセプトいけなかったぞ今。でこれは食らう。はい、これは食らいます。で5点。はい、オーバートリガー来ちゃった。え、まあ1点は増える。はい、トリガーがいっぱい。オーバートリガーすごい無駄打ちしたかな。まあでも4点だからいいや。はい、え、あ、でまたそのロロワに戻るってこと。あ、でヒールトリガーだよ。とりあえずライド。はい、でドロー、ヒール2連チャンやめて。そうしたらね、ハーレン一応効果使っとこうか。はい、バーバイバイ。はい、打点上げといてブラキオさん出そうかな。はい、んでまあね、ハレンせっかく上がったけど、はい、オッケー、これでじゃあ、ん、どうしたオーバーロード、あいつ何やってんの、なんでスタンドしないの。これ張り替えといた方がいい。おい、おって危なかった、あれ気づいてよかった。であればじゃあこれでとりあえずまずはヴァンガード、もう本気で守ってくると思うから。手札が9枚、カンガーかな。はい、こっちも言うて遊んでらんないからな。はい、クリティカルは来たので一応クリティカルヴァンガードに、パワーはあえてのこっち。はい、でセカンドチェック。はい、またジエンドが来た。のでスタンドします。はい、ハルブくんいつもありがとう。はい、でヴァンガードの後ろに、はい、んでもう一丁。はい、これはまた本気で止めてくるはず。あ、でまた立てね。はい、トリガー、クリティカル来ないよ。え、そうしたらあえてこっち行っちゃう。ヴァンガード行って5点にするぐらいだったらカウンターブラスト1にしといた方がいいんじゃないかな。守ってくっかな。あ、ありがとうございます。で効果退却さして、何引いた今。あ、カンガーね。退却させんのは一応こっちかな。はい、
で、あえてのカウンターブラスト1のまんまにさしておきたいから、はい、一応ちょっと体勢は整えておこう。次をファイナルターンにするぐらいでペルソナライドが来る。またこれか。はい、もう全部止めきるぐらいの気で、はい、はい、幻すら見られぬ闇。わかりましたよ。 A でスキップできる。んで言うてこっちもオーダー発動、もうデッキが11枚しかないからやばいんだよな。セリオルコ、はい、でまたトークンが来る。ソウルがあるんだな。スキル発動、はい、で一応カウンターブラストはない。セリオルコ、これカウンターブラストは使わないね。スキル発動、はい、でトークンを食って、パワーです、はい、スキル発動、高打点になる、スキル発動、はい、ドローすごいな。え、まずいんじゃないこれ。ロロアの攻撃はちょっと嫌だな。どうしよう、これ縦いかないとまずいな。これ一応縦いっときましょう。でコストで捨てんのはこうなったらハルブくん、いやこっちだな。はい、ブリッツオーダー、はい、ドライブチェック、でまたカンが上がって札に加わる。ドライブチェック、はい、もうクリティカルは食らえないから、パワープラス、はい、最悪後ろの太郎は食らってもいい。ヴァンガードにアタックか。これ止めて太郎の方受けますか。じゃあこれは止めよう。はい、で次後ろから来る、これは受ける。はい、で1点、はい、ヒールだけどさあ、回復したよ。またとなるとまた守りやすくはなる。手札カンガーだらけなんだけど、あそうか、5万5000なんのか。であればもうこれはカンガーですね。で何を捨てるって、何を捨てるって言うともうハルブくんしかないと思う。はい、手札が多いんだよ。8枚もあるよ。え、あ出てくんだっけ。さらにじゃあまたカンガーですね。これ4万8000無理だもんな。じゃあカンガーでペルソナライドは一応しておきたいから、まあトリガー捨てるしかないな。はい、でもなんなら4点だったから食らっちゃってもよかったけど、はい、で戻る。ドロー、とりあえずじゃあ、はい、んでどうしよう、こっちの方がいいかな。こうなるとか、まあ素直にこれでいっか。 OK、 じゃあこれで殴りましょう。はい、まず1回目は普通にブーストなしで、はい、まだスタンドするつもりではいるんで今回はカンガーは使ってこない。はい、下手したらもう鳥がいないんじゃない。はい、
で、はい、スタンドはします。で、ハルブクを2枚分として捨てて、デッキ切れで負ける可能性もある。で、ハルブクをこうなったら窓が結構高いから、この後ろにいいやもうだったら、さっきもブーストしちゃえばよかったですね、これ。はい、で、オーバートリガーで守る。はい、でも言うてこっちもオーバートリガーあんじゃないっていう。であればこっちかな。はい、はい、俺オーバートリガーまだ出てないと思うんだけど、出たっけ。で、あえてカウンターブラスト与えないっていうのもあり。はい、であればこっち行ってみようか。はい、でこっち今3点だから、さあどうしよう、デッキ切れで終わっちゃうんじゃないっていう。で、またペルソナライド、やばいぞ。バンガードで殴れない。あれ、オーバートリガー俺引いたんだっけ、ここって。あ、もうオーバートリガーなってるよ。え、やばいんじゃないこれ。で、またはい、クリティカルが、どうしよう、クリティカルには食らいたくないんだよな。でもオーバートリガーも出てるので、とりあえずこれで出ても1枚、はい、でも2枚出ても大丈夫か、これなら。はい、回復されてしまった。これまずいね。さあどうしよう、これはもう受けざるを得ない、これ受けざるを得ないよ。はい、でもうジエンドスタンドもできないっていうか、もう削りきれないから負けじゃないっていう。いや無理じゃないかな。バンガードで殴った時点で終わるんですよね、これは無理だな。そっか、ガードが硬いところと当たるとなかなか無理めだな。いや、マジか、まさかのデッキがなくなって殴れなくなるっていう。いや、幸先はよろしくないよこれ。ライドはしません。で、素直にバンガードいっちゃえばよかったな。これバンガード殴れないもんね。メインは終了で、はい、もうどうにもなんないわ。仮に食らってくれたところでよ。ああ、そうか、またそういうことね。いや、負けるにしても本当やれることはやって負ける。めっちゃドローすんだよな。あれ強いな。はあ、もう事実上のファイナルターンだからね、もう何もできないよ。
ほんでヴァンガードで殴ったらデッキ逃げで負けてしまうんで、素直にねサレンダーしてもよかったかもしんないけど、最後のこのカード何だったんだろう。ありがとうございました。ありがとうございます。最後は君だったのか。くそー、デッキが切れてしまった。ありがとうございました。これシルバー脱出できんのかな。本当にやばいよ、はるちゃん。1戦目にしてだいぶ意気消沈してるよ。おって、負けちゃったけど次2戦目いきましょう。お、ありがとうございます。すぐにマッチングした。よろしくお願いします。思っていた以上にこの耐久しんどいかもしんないな。私はグーですよ。あ、先行になっちゃって、またとりあえずヒールは戻っていただいて、で今ドラちゃんよりもアルハチェかな。結局あんま変わってない。はい、ユキちゃんはん、とりあえず、あ、来たね。そしたらしょうがない、マドカを捨てて、はい、バーになる。でターンエンド。ユキちゃん何使ってんの。あ、かわいいね。獣王爆心じゃない、や、あの獣のやつ。あ、え、何何、もうグレード3になるまで何か分かんないな、これ。今度は勝ちたい。またこれでランクダウンしちゃうと本当にしんどいもんがあるから、とりあえずこれは受けます。はい、やめてください。まあヒールなら、はい。で、はい、 OK、 悪くはない。ドロで、とりあえずねハーレになるのに、はい、オバロを捨てる。でバーの効果は一応使っておきましょう。はい、で今持っておきたいのは、こうなるとカンガーかな。もう結構あるけど、ちょっとね何のデッキか分かんない以上で、ネハーレン1体で殴る。これでなんか余計なやつ出したらまたあのカウンターもらえない可能性あるから、ネハーレンだけで殴っといた方がいいんでしょうね。守ってくんの、トリガー来なくていいよ。おい、まあドローなら、はい。マジか、初手で守ってくること多いな結構。まあ確かにグレード2でカウンターブラストいらないデッキだったらそれもありなのかな。まだ何のデッキか全然全貌が見えないから、はあ、これあの魔合成のやつですかね。あのグレード0がめちゃくちゃ可愛いやつだったからびっくりだわ。そしたらじゃあこれは受けます。はい、トリガーやめてください。2連戦ストイケイヤか。ダメージチェック、はい、まあまあまあいいよ。はい、パワープラス。んでようやくグレード3にはなる。はい、でマドカが来た。何を捨てるかだな、こうなると。とりあえずでもマドカでいいかな。はい、んで一応ねハーレンはまあ出す。はい、でジエンドの効果は今は使わないんで、とりあえずペルソナライドを、はい、圧縮しとこう。はい、デッキを確認。一応スノーバロがいるんで、はい、コストで持っておく。まあそしたらねハーレンの効果も使わずにこっちから行こうか。さすがに、さすがにノーガードですかね。ノーガード、ありがとうございます。ダメージチェック、はい。で次ジエンド、
で、ドラちゃんがパワーアップ。はい。さすがにこれはなんか守ってきそうな気は。きますよね。はい。で、ジエンドが来た。はい。まあ、鳥が出ないんでね、私。まあ、そしたらじゃあこれで。手札がいっぱいあるんだよな。ありがとうございます。ほんでなんとか2対2。はい、オッケーオッケー、いいよ。でこれでお相手の方もグレード3になる。え、ちょっと待って、結局これなん、これもなんか後ろから殴る系でしたっけ。ですよね、高熱からもアタックできる。魔合成じゃないやん、ちょっと騙されたよ完全に。え、あ、え、おい、グレード4ってこれどういう効果だっけ。待って待って、はあ、ソウルから1枚リアにコールしてよい。マグノリアを含むカードが1枚以上なら、あ、全て後列からも、しかもインターセプトも後列からできる。でリビングデッドの呼び声、マジでまずいて。え、さあどれを受けよう。トリプルドライブでしょ、あえてこれ食らっちゃうもん。いや、これ怖いな。とりあえず、これで、出ても2枚。はい。ドライブチェック。で、後続に振っていただく。ドライブチェック。はい。まさかの1枚も。ドライブチェック。はい。まあ、出ないことはないと思ってるから。さあどうしようかな。まあそしたらどれでもいいんだけど、多分次後列くんじゃないかな、届かなくなる前に。え、じゃあこれはこれ受けよう。はい、まあ、まだ2点なんで2点は受けれる。でトリガーが来てくれればとりあえず防ぎやすくはなる。はい、ダメージチェック。はい、さすがに2枚連続とはいかなかった。ヴァンガードにアタック。え、スキル発動。何何それ、パワープラス。あ、届くんすかそれ。であればこれも食らう。被害甚大。あれやばいぞ、待って待って、なになに、まだまだなんかあんの、いなくなっちゃったよ。でドローしたのね。であればアルハチェ2枚は今いらないから、はい、やばいな、攻撃回数で来るデッキだったらカンガーよりも他の、ちょっと待ってよ、他のグレード1を持ってくればよかった。ヒールトリガー引かないで、やめて。おい、もうほんとそんな気はしてたんだけどさ。とりあえずじゃあアンドゥバイバイ。手札が8枚もあんだよな。はい、んで忘れないうちに、はい、でアルハチェ効果コストで退却。はい、でオバロが入った。そうしたらこれで行くしかないかな。はい、めっちゃ持久力あると思うから、お相手の方は。でドラちゃん一発目パワーアップ。はい、あ、守ってくるカンガーですね。ほんで手札がじゃあ6枚にはなる。はい、トリガー
せめて1万円。あ、ヒールですね。悪くないよ。そうしたらパワーはあえてこっち。はい。まあドラちゃんはね、どうせ自発的にパワー上がるんで、んでスタンドしていただく。はい、ハルブ君を2枚分として捨てます。そうしたらハルブ君どうしようかな。こっちでいいかな。はい、で、はい、ドラちゃんがパワーアップ、トリガーを引けるかどうか。なんならカンガ、あ、ノーガード、へい、またヒール、あ、で回復はできる。そうしたらパワーはこっち行こう。はい、ドライブチェック、はい、全然クリティカルが出ないんだけど、なんならもうヒール出尽くしたんじゃない、こんで届かなくなっちゃうよ。パワープラス、はい、そうしたらもう行けるところまでヴァンガード行っちゃおう。もしかしたらノーガード、あ、守ってくる。3点で止めておきたいって感じなのかな。であればこっち行っちゃう、こっちの方がいいかな。まあこれ行っちゃおう。ありがとうございます。さあどうしよう。一応こっちも3点にはなったけど、はい、ペルソナライドになる。ん、あ、ペルソナライドないんじゃない。ないですよね、グレード4だから。でまた後列からみんな殴れるようになる。でまたそれか、あれ強いんだよな。さっき1枚しかクリティカルが出てないんで。でまたリビングデッドの呼び声、まずいね。33,000。さあどうしようかな。とりあえずまた後続に振らせなくちゃ意味がないから、か素直に考えちゃう。そんな何枚も捨てるぐらいだったら、一応スノーバローいるし、でトリガー次第でどう受けるかどうか決めていきましょう。はい、グレード2が1枚、はい、フロントが1枚、はい、ドロートリガーね。さあこんでまた守りが硬くなったな。であればどれか1枚止めれば、まあ5点にはなっちゃうけど、であれがまたパワーアップでしょ。であればこれ止めとこう、簡単に止められるんで。はい、でなんなら残り2点食らってもいいし、あえて食らわないっていうのもありかもしんない。どうしよう、これ使ってまで、いやとりあえず止めとこう。はい、で次の1点は食らう。はい、それはじゃあもらいます。はい、でまたトリガーかな。はい、あ、スノーバロがいった。で私のターンドロー。でまたペルソナライド。はい、ただハルブ君がもういないんだよな。まずいね、ハルブ君がいない。ハルブ君がいない、どうしよう。であればとりあえずじゃあネハーレン効果は使っておく。はい、言うてこっちももう4点ですからね。
後ろにも出せないんだよな。だからとりあえずこれでじゃあ、はい、3万3000打点です。手札が9枚、でさっきトリガー2枚引いてたから2万ガードは間違いなくある。なんならまだカンガーもあるよね。はい、でトリガー、オーバートリガー来た。であればまあこれもバンガードにするしかないから、はい、クリティカルも来た。であればクリティカル、パワーはまあこっちかな。はい、よかった、タダでスタンドできた。ただまだあるんじゃないっていう。ん、待って待って、これ今やんないでいいんじゃないの。はい、自動能力これはで、もう一回、はい、まだ勘があんのかな。はい、もう一回クリティカル出てきてくれたら熱い。ありがとうございます。クリティカル、あ、クリティカル来た。じゃあクリティカルのパワーはこっち。はい、なんならもう一回この1億でスタンドできるから、はい、でヒール、ヒールトリガー引かれたらやばい。はい、オーバートリガー引かれてもやばい。はい、危ねえ。なんとか勝ちました。2戦目、こんでなんとか、ありがとうございました。ランクダウンはしないで済んだ、うん、はい、結構上がった。おっしゃ、2戦目はなんとか勝ちましたと。じゃあ次3戦目いきましょう。もうほんとノンストップでやってるから、あ、早い、あ、よろしくお願いします。なんか時間がいいのか、めっちゃマッチングしやすくなってますね。はい、グー以外出してくれません。おい俺は折れないぞ。はい、ありがとう、ごめんね、頑固で。そうしたらまあこれでいいかな。おい、これはないって、これはないって、バカ、やばいって。ラセン君ドラジエルドだし、でターンエンドですね。ちょっと待ってよ、これマジで考えていかないとやばいぞ。はい、一応高校だから、あとオバロが欲しいんだな。はい、これちょっとまずいかもしんない。ね、はい、食らいます。ノーガード、まあなんならね2点食らっちゃってもいい。はい、コストは持っておきたいから。はい、ハルブくん今回やばいな。ノーガード、はい、とりあえずコストが2つ。はい、カンガーまでいっちゃう、マジか。はい、でネハーレンになるにあたって何を捨てるか、何を捨てるか、やばいんじゃないこれ。とりあえずジエンドを捨てるしかないな。はい、で一応次の、はい、一応ターン見越してハルブくんとドラちゃん出してスノーバロを持ってきておきたい。はい、オバロいてくれ。あ、いますね。オッケー、そしたらジエンドになるときにこれ捨てようので、とりあえずこの2体で、まずはバンガードで、はい、ノーガードだと。ありがとうございます。へい、でまたハルブくんが来た。もうねダメージで飛んじゃうぐらいだったら、これマジでちょっと短期決戦でいかないとまずいかもしんないからな。守ってくる、マジか。
もうヒールが2枚しかいないからな。はい、やばいぞ。はあ、ただあ、まあ届くね。であればこれは受けよう。ただそろそろトリガーを引かれる気がする。まだ来ない。はい、でこっちがこれでトリガーだったら守りやすくはなる。はい、トリガーじゃない。やばいんじゃない。もうこれも受けざるを得ない。はい、まあノーガードですね。で次のやつはもう本当に止めよう。まずいね、ドラジエルドになる前になんとかしたいけど、これは止める。そうだ、もうドラジエルドになる前に4点になっちゃってるからな、あまりよろしくはないですね。はい、なんとかしのいだ。はい、マジでヒールくんのはやめて。で一応スノーバローを捨てておいて、ただまだそうなんですよね、グレード2だからスタンドするうまみがあんまりない。ただやっておかないと手札1枚でも増やしといた方がいいよな。のでスタンドはしよう今回。とりあえずこの3体で、はい、殴ります。でドラちゃんがパワーアップ。はい、まあ守ってくるでしょう。ノーガード、ヘイ、マジでトリガー、ヘイ、ちょっと守る術をさくれ俺に。おい、クリティカルトリガーじゃないんだよ。マジで守る術をくれ本当に。とりあえずハルブ君捨てて、このままだと届かないんで、とりあえずジエンドの後ろに出そう。はい、もう一回ノーガードを言ってくれませんかね。はい、でドラちゃんがパワーアップ。最悪守られたとしてもノーガード、ありがとう。マジでトリガーが来ねえ、どうした。守る術がないよ。え、どうすんのこれ。こっち行くじゃん。ありがとう。でじゃあ一応ドラちゃんでも行こう。さすがに守ってくるかな。ありがとうございます。ただドラジエンドらしかぬカードも結構お見受けするんだけど、なんか派生系みたいなのもあんのかな。でマジでしのげないんじゃないっていうこれ。でドラジエルドだね。はい、ソウルはめっちゃ充実してると思う。はい、2 0 0 1 0、あ3がいない。あ今3入った。2 0 0 1 0 2、あ3入りましたね。どうしよう、これなんか総動員して捨ててった方がいいかな。それまずいんだよね。どうしようかな。とりあえず2万のこれなしだと、窓かは3万、出ても1枚。はい、出ても1枚。はい、フロントか。はあ、
であればもう1点は食らってもいい。なんならもう1点食らってもいい。スワラーさんマジか。逆にハルブ君捨てちゃう？もったいないけど。いやネハレンこうだな、ちょっともったいないけどこれでいこう。はいガードで次のやつは食らう。はい、トリガーだったかもしんないけどこっちの方が止めんのしんどいんで。え、クリティカルプラスになんない？オッケー、じゃあこれは受けます。しょうがない。ヒールトリガー、あ、ヒール来た。もう今回のファイトでは絶対来ないと思ってたから。はい、なんとか回復。え、あ、いなくなったあいつ。はい、そうしたらライドはいたしません。はい、んで一応この効果使っとこう。もはい退却で、はい、ソウルに入る。ん、あ、ソウルに置くのはスノーオバロ。はい、で一応オバロも出しとこう。オッケー、じゃあこの3体で殴ろう。まずはブーストなし。はい、手札が5枚でドラちゃんがパワーアップ。もうこの辺は予定調和。はい、なんならノーガード。あ、ありがとうございます。クリティカル、クリティカル、あ、来た。であればクリティカル乗っけてパワーは、あ、でも一応パワーもこっちいっとこうかな。はい、でトリガーを引かれる。はい、まあこれで届かなくなっちゃうんでね。はい、でもう一丁。はい、でじゃあスタンドしよう。はい、ハルブ君を2枚分として捨てて、こうなるとドラちゃんの後ろの方がいいかな。はい、コールするのはここ。はい、でブーストありで、はい、36000でドラちゃんがパワーアップ。これは本気で守ってくるはずなんで、なんならノーガードでもカンガーはいない感じかな。オーバートリガー、オーバートリガー来たよ。すいません、じゃあパワーはバンガードにスタンドします。はい、で一応こんでじゃあ2点なんで、ヒールを引かれなければ。ありがとうございました、なんとか。危なかった。ありがとうございました。 OK、 順調は順調じゃないですかね。なんとか半分までいった。 OK、 この勢いで4戦目いこう。やっぱ多分使ってるデッキの中で一番勝率として高いのはジエンドな気がするな。もうこの勢いでいけるところまで行かないとまた落ちていく一方だと思うから。確か連勝ボーナスみたいなのもありましたよね。よろしくお願いします、ゆきちゃん。マジこの勢いでいけるところまで行く。また先行か。とりあえずオーバートリガー戻って、でも悪くない手札なんじゃないかな。はい、ドロ。そうしたらバーになるのに捨てんのはまあオバロかな。はい、んでターンエンドと。ゆきちゃんは何を？あ、またオルフィスト。はい、まあでも戦い方っていうか動きは分かってるから。はあ、さあ、まあまず1点は食らおう。
はい、で高校ドロー、はい、これは受けます。だからクリティカルはやめて、ドロートリガーならまあ、ただ手札めちゃくちゃ多いぞ今。そうか、でもこのデッキ相手だったら手札多そうに見えても、あのオーダーカードの可能性もあるから。はい、私のターン。そうしたらここはブラキオさんかな。でバーの効果、はい、オルフィスト相手なのは分かってるからな、カンガー持っててもしょうがない気はするんですけど、マドカの方がいい。逆にマドカ持っとこうかな。はい、でじゃあとりあえずネハーレンで、はい、アタック、ありがとうございます。クリティカル、ヘイ。でまたアルハチが来た。ダメージチェック、はい、で盾が飛んだ。さあグレード3なられる前にって思ってたけど難しいだろうな。でオーダーがプレイされた、はい、でもう出てくる、はい、ん、あまだ出てこない。あじゃあこれも打ちましょう。ただクリティカルはやめてください。はい、もう1点だったら全然食らうんで、はい、でこうなると何を捨てよう。まあとりあえずアルハチもう1枚いるからこれでいいかな。でネハーレンが出てくる、はい、ネハーレン効果使っとこうか。はい、バイバイアンドゥ。でまあこの2体でね今回殴りましょう。で一応スタンドもする予定ではいるんで、ドライブマイナス1になったとしてもね、殴っといて損はないと思う。はい、ドロートリガーね。はい、ジェンドを引いた。まあパワーはじゃあこっちかな。はい、でセカンドチェック、はい、オーバートリガー来たよもう。えじゃあこっち、でも勘がいるんじゃないのどうせ。ダメージチェック、はい、まあ勘がいたとしても多分してこないんじゃないかな。まだ2点ですもんね。ノーガード、ですよね。はい、クリティカル、あクリティカル来ましたね。でパワーは一応こっち、そうしたら一応スタンドはしちゃいますか。これほんで2点、はい、あヒールトリガーだよ。回復されてしまった。はい、でカンガーが2枚目飛んだ。であればもう一回これスタンドしちゃおう。せっかくだからこの1億のパワーの時になんか言っといた方がいい気がする。はい、でハルブ君は一応ねハーレンの後ろに、はい、ここにので、もう一丁さすがに止めてくる。でカンガーがこれで3枚で、トリガー飛行もんなら全部ネハレに、はい、まあ引けないんですけど。ほんともうどんどん叩いていかないとな。はい、でもこっちもオーバートリガーは眠ってないんで、ありがとうございます。でまたヒール、ドロートリガー、オッケー。で問題はこっからだな。はい、ヒールは一応まだ眠ってる。
来るよ。トークン。はい。ん？ペンタがなんかやったな。んで、もう連番くんの分かってるからな。どれを止めてどれを受けるか。今カンガーはいない。ただ言うて2点なんで、はあ、あれが張り替え要因。来るってのは分かってるけど、何をやってんのかよく分かんないんだよな。ただこっちもちょっとカウンターはもらっておかないと。オーダー4枚目。おい、ネハレン行っちゃったよ。何何、そんなオーダーあったっけ。ヴァンガードにアタック。あ、マジで。であればあえてこれは食らう。全然トリガー引けてないから、そろそろなんか引くはず。引かないね。え、で、あ、いなくなるのそれ。あ、でドロー。ヴァンガードにアタック。であればこれあえて止めたいな。この勝負私に分がありそうね。はあ、スキル発動。あ、後ろにブースターとして出てくる。あ、前、やっぱ前だよね。パワープラス。2万3000か。パワープラス。止めたいな、素直に。スキル発動。パワープラス。はい。スキル発動。ん？ 2万8000。3万8000。出ても1枚か。まあ後続に振ると思うんで。はい、フロントまずいね。はい、危ないね本当に。3万と3万8000。食らっちゃってもいいんだけどな。あえて食らおうかこれ。はい、トリガー。守りやすくはなった。守りやすくなったな。であれば次の3万8000止めます。あれ、あ、でも止めない方がいい。1枚でこと足りるんならって思ったけど、1枚だと足んなそうだし。5万3000であればこれ受けよう。次のツインドライブ2回でヒールトリガー引けると信じて行こう。お相手の方も手札10枚あるからね。あ、でそこいなくなんだ。ヒールやめて。おい、なんか今ヒール見えたよ。そしたらライド一応。はい、もう俺このヒールトリガー引くのにかけてんだからやめて。ヒールで一応アルハチェ出して、はい、もう来て速攻に退却していただいて、はい、オバロが入った。そうなるととりあえずドラちゃん効果は、あ、一応使っとこうかな。やっぱ圧縮はしといた方がいいと思うんで。はい、いっぱいあるね。とりあえず、はい。で、なんならカンガーもまだ眠ってる。でも出せんのっつったらこれしかないんで、これでいこう。で、退却させる旨味もないけど、まあ場合によってって感じで。はい、で、ドラちゃんがパワーアップ。ただもうカンガーがあと1枚しかないはずなんで、ワンチャンいけると思う。はい、クリティカルね。とりあえず全部1回バンガードいこう。はい、
もうカンガーはいないはずだから、はい、クリティカルが来た。とりあえず、はい、で並んだから、はい、ほんでヒール引かれてもオッケー、なんとか勝った。危なかった、4万8000で並んでた、上回ってないかと思った。ありがとうございました本当にすいません、ダブルトリガーでした。オッケー、だいぶ上がったんじゃないですかね。あと1回勝てればランク上がるわけでしょう。マジね、もうずっとジエンドで、視聴者の方はね、多分かなり退屈しちゃうかなと思うんですけどね、これでやるのが一番いいと思う。よろしくお願いいたします。なんか時間がいいのか、すごいサクサクマッチングする。この勢いでグーグーパー先行になっちゃったけど、そろそろチョキ来るかなと思ったんだけどな。とりあえずマドカも戻っていただいて、まあ一応アルハチェが来たからいいや。はい、アルハチェがまた来た。であればここは、はい、でもうこれでターンエンドですね。ユキちゃんは何を、あ、フェルディローザ、すんごい懐かしい。動き方もう覚えてないけど、また連番系ですよね。可愛いんだよなこれ。で殴ってくる。はあ、まあこれはじゃあ食らいます。はい、なんだ、ああドローした。 OK、 そしたらじゃあノーガードで、クリティカルやめてください。フロントならまあ1万ガードが手札に1枚で、こっちも1点と。はい、ハルブくん、ハルブくんいなくなるのちょっとやばいんだよな。はい、ブラキオさんが来た。となると今はブラキオさんかな。はい、で一応バーの効果、バーの効果、いや、あ、まあまあまあいいや、とりあえずバーの効果で、もうカンガーはいっぱいいるんで、ハルブくん先に持っとこう。はい、のでとりあえずね、ハーレンだけで殴ります。さすがにノーガード、ありがとうございます。クリティカル、ヘイ、お、クリティカル、良いよ。はい、まずは2点、1枚目でヒールなら、はい、で2点目、はいやっぱりね、なんかサイクオリアがあるのかな、俺も結局言ってんだよ。まあでもヒールを無駄打ちさせたと思えば無駄ではなかったけど、はい、フェルティローザも結構でも重い感じだったんだよな、デッキとしては。さあどうしようかな、とりあえずコスト欲しいんで釣りも食らう。はい、でまたあの子ブーストしてるから、多分1枚引いて1枚捨てる感じ。さっきなんか捨ててましたよね。あ、なりますね。 OK、 じゃあノーガード、クリティカルはやめてください。はい、1点なら全然食らう。ダメージチェック、はい、ジエンドがいってしまった。どうしよう、こんでジエンドになったとして、捨てんの、まあこれかな。ネハーレンがまあ出ます。とりあえずドラちゃん効果で先にスノーバロ持ってきておかないと意味ないんで、ただ捨てる術がないんだよな。そうするとどっかで勘がやんないとダメだな。じゃあでドラちゃん効果、オバロいてくれ。はい、おらんがな。え、カウンターチャージはするけど
え、どうしよう。とりあえずじゃあパワーアップはしておこう。まあ、あとは速攻で戦っていくしかないと思うんで。パワープラス、はい、パワープラス。じゃあこんでフェーズ終了。バンガードでアタック。手札が8枚。でさっきフロントトリガーは手札に行ってたから、ノーガード、ドライブチェック、はい、ヒールトリガーだけど、え、パワーこっちでいいかな。今回これスタンドする必要ないと思うんですよね。ドライブチェック、はい、クリティカルが来た。であればクリティカルがヴァンガードのパワーはスタンドする。これなんかもったいない気がするんですよね。クリティカルプラス、はい、下手したら届かなくなる可能性も大いにある。とりあえず火でまた回復されたよ。パワープラス、はい、ダメージチェック。でまだ届く、まだ届きはする、届きはするけど、今まだその時じゃないと思うんだよな。こっちダメージもいってんですし、そんな急ぐ必要はないと思う。とりあえずリアで行こう。さすがにガードしていきますね。ん？あ、それだと通っちゃう。もう一枚。オッケー。で、とりあえずじゃあネハーレンでも行こう。スノーバロがどこで来るかだな。ダメージチェック、はい、まずいぞ。ターン終了。私のターン、ドロー。で私の力、フェルティローザになります。ライド、どういう効果だっけ。なんかドライブチェックでですよね、あのトリガーじゃないノーマルユニットが出た時にユニットのいない前列のリアにコールできるから、リアを能動的にこの当てられる子じゃないといけない。だからなんかあの紫髪の子を入れてたんですよね。逆に、あ、これ一体で殴ってきて、まあドライブチェックで出たやつを出すってことか。であればこれ食らっちゃっていいんじゃないかな。でまたドローして1枚を捨てると。じゃあこれ受けましょう。まあ2点食らってもいい、なんなら。はい、でノーマルユニットだからあれが出せる。かわいいね。はい、出てくる。ただパワー打点が低いから届かないんじゃないっていう。パワーアップすんの？あ、パワーアップすんの。しかも結構パワーアップする。ドロートリガーか。であれば2点食らうつもりでいいだから、これ食らっちゃってもいいな。ドライブチェック、あ、トリプルドライブだっけ。え、あ、マジで。パワープラス、そんな、私のバンガード、そんな、え、どうしよう。トリガー、ハルブ君ばっかり飛んでくのやめてくんないかな。はい、オーバートリガーだけどさ、リアガードいなくなっちゃうぜ。え、どうしよう。スノーオバロもいない。まあしょうがないね、これはね。ノーガード。え、出せんのがいない。はい、窓かじゃあダメなんだよ。とりあえずライドはしません。こうなったらもう窓かも前行ってもらうしかないね。とりあえず前線で戦っていただいて、一応打点アップはしておく。はい、バイバイ。もう次スタンドしましょう。これしょうがない。とりあえずこれでじゃあ殴ります。はい、手札が9枚。でさっきクリティカルもドローも引いてるから、ドローじゃない、フロントか、あれ
とりあえずなんか鳥が2枚引いてたから手札はめっちゃ充実してるはず。このツインドライブで1枚でもクリティカル来てくれれば、はあ、33,000。ドライブチェック、はい、まあそう簡単にトリガーは来ない。はい、クリティカルは来たけどさ、とりあえずそしたらこっちかな。クリティカルプラス、はい、パワープラス、で今回はスタンドしますもん。行こう。はい、でハルブ君を捨てて、はい、一応ヴァンガードの後ろに出しとこうかな。これは能力発動、はい、ちょっと怖いんでね。はい、で改めて31,000、はい、カンガーが来る。で手札を切っていただいて残りが5枚。なるほど。であれば、はい、ヒールとヒール回復できなくない？もうちょっと待ってよ。であれば一応こっち行こう。はい、すんごい守りやすくはなってるけど手札的にどうしろというのか。はい、あ時間が、ダメージチェック、はい、であればもう一丁いっちゃおう。はい、あと4秒3秒、やばいですよ。これであノーガード扱いになる。ダメージチェック、はい、で5点になった。そうしたらもう全部ヴァンガードは食らっちゃってもいいと思うんですよね。ペルソナライドが来る。はあ、とりあえずヴァンガードは食らっていい。もしかしたらまたドライブチェック待ちになるのかな。はあ、君なんだっけ効果。あ、パワープラス。とりあえずリアは止める。31,000、はあ、パワープラスになるの。33,000、1万ガードはないもんな。とりあえずじゃあこれで、はい、リアは止める。でヴァンガードは受ける。え、あマジで2枚ともじゃあ出てくる可能性あんだ。ヴァンガードにアタック、まあとりあえず受けます。ノーガード、ドライブチェック、はい、クリティカル。カンガー、カンガーは出ない、カンガー出ないよね。でクリティカル、オッケー。リアもこれ以上出なかったから、まあ実質2体分と。オッケー、悪くはない。ただカンガー手札に加わったの分かっちゃったからな。あれ厄介だな。またヒールだけどさ、もう回復できないんすよ。まずいって、ヒールもうないんじゃない。はい、アルハチェが言った、スノーオバロを捨てる術がない。今来られても困る。ライドはできません、ライドはできませんので、もう作戦変更。とりあえずしょうがないね、これでいこう。普通に殴る。で一応圧縮できるんであればドラちゃん出して効果は使う。コストはいっぱいあるんで圧縮。オバロがいる。オッケー。で次のターンこれカンガーで捨てよう。
そうしたらじゃあこの3体で殴ります。で手札2枚切ってでもスタンドは、あ、じゃあその時に捨てりゃいいやので、まずはブーストをしない。はい、でドラちゃんがパワーアップ、なんならここでカンガーを切るかもしれない。カンガーが来る。はい、で手札が4枚。このターンで決めらんないかな、これ。せめて1枚、1枚も出ないんで、スタンドはします。はい、でスノオバロと、こうなるとどうしようかな。まあこれでいいかな今。はい、でもう一丁。はい、21000でドラちゃんがパワーアップ。もう一点も通せない状況ではあるから、何で守ってくるか。1枚でも出ればいける。またヒールだよ。とりあえずヴァンガードに、で回復はできないと。上回りはした。こんでヒールじゃなければ、ヒールじゃなければ危ねえ。なんとか勝った。こんでランク上がんじゃない。ありがとうございました。いいファイトでした。本当にありがとうございます。オッケー、調子はいいよ。あ、でゴールドの1になった。シルバー脱出しましたね。やった、一気に上がった。オッケー、なんとかシルバーランクですね、脱出することができました。まあどんな形でね、動画を投稿してるかわかんないですけれども、まあおそらく動画の感じとしてはね、視聴者さん参加型のあのファイト企画の時みたいにもう連戦っていう感じの動画にはするのかなと思うんですけれども、いやね、ずっとジエンドで飽きちゃうかなとは思うんですが、やっぱりね、勝ちやすいデッキで上がっていかないとダメかもしんない。他のデッキでね、楽しむのもいいんだけど、しっかりランク上げるぞっていう時はね、それ相応のデッキで臨んだ方がいいのかもしれないですね。というわけで、なんとかシルバーランク脱出してゴールドに上がることができましたんで、一応企画としては大成功じゃないでしょうか。ってことは、これでゴールドの次はプラチナになるのかな。まあね、次はまたその辺を目指しながらね、他のいろんなデッキを使っていければと思います。で、もしこれね、また負け続けてゴールド下がってシルバーになった時は、またね、シルバー脱出企画になるのかなと思います。というわけで長い動画になりましたが、これからもね、ヴァンガードの動画上げていきますので、引き続きお付き合いいただけますと幸いです。それでは最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。で、ほんでまだ、うっそ。やったー。ごめん、てるくん疑ったりして、ちょっびっくりした。いや、すげえいい勝負でした。ありがとうございました。ヒールトリガーだ。一発でいけましたね。初めから真実はいつもじっちゃん。そういう軌道は苦手なんだって、本当に。近い近い近い。バカ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 、何やってんの、おい。